前日に、はい、しゃぶしゃぶ食べている時に豚肉じゃない？おまの可能性も、おまだれ。いや、もう大丈夫です、見てください。白黒、僕はですね、最近、まあ、ちょうど今台湾ツアー中なんですけども、はい、あの声が出せるようになるタイミングに白黒をつけたいですね。やっぱね、ちょっとやっぱり楽しいは楽しいですし、収容人数も増えてきてすごくエンタメとしてはいい空気なんですけども、まあ、やっぱり声ね、コランドレスポンスができるなんて初めてこうライブ元通りになるかなっていうのがあるので、日本もまだちょっとあれですよね。そうなんです、ね、そのタイミングがいつになるのかっていうのをちょっと白黒つけたいなという気持ちは。もう外はマスク外してもいいし、中もね、うんうん、あの外しようとしてますからね、喋らなくて、ね、徐々にね顔は咲いてます ね僕は。はい、じゃあ次小野さんお願いします。はい、白黒と言いつつも白と赤をさせていただいて、今年こそは紅白歌合戦に出たいなと思っております。なるほど、はい、白黒なんですよ。以上でございます。変えないですね、さすがだな。じゃあ僕はすごい個人的なことで、すごい僕髪型だったら髪色だったりすごい変えるんですよ。一番変えます、ね、伸ばしたり短くしたり、はい、その都度ファンの方からした方じゃない方がいいってめちゃめちゃ言われる。ないものねだり、ないものねされるんで、あるあるですね。はい、結果どれやねんっていうところを白黒つけたい。いろいろ見せましょう。さあ、永遠に白黒つかないですね。真ん中ぐらいの長さにしようよ。そう、だから今めっちゃ言われないんですよ。白黒ついてた？ついてない、ついてない。短くしてくださいって言ってたから。ありがとうございます。田中さんお願いします。はい、そうですね。最近なんかこう、胃もたれすることが多くて、いやよく考えてみたら、前日に、はい、しゃぶしゃぶ食べてる時に豚肉じゃない？やめてください。マジでしんど。しゃぶしゃぶを食べてるなと思って、はい、あの豚肉なのか牛肉が原因なのか悩んでるっていうところにつけたいです。両方同じぐらい食べてます。タレは何で食べてるの？タレは、ポン酢と、だしと、うん、あとはごまです。はい、普通の状況でございます。ごまの可能性も、ごまだれ。いや、もう大丈夫です、見てください。はい、先に全部言われちゃったんで、すげえ面白かった。じゃあ肉縛りということで。違う違う、縛ってないです。一人だけだったんで貸します、自分に。はい、僕は焼肉行くときに、焼きすぎてしまうのが焦げなのかメイラードなのか。確かに、そこをちょっと白黒つけたいなと思います。僕はメイラード反応だと思って食べてるんですけれども、ちょっと滑ってますかね、これ。ちょっと貸したがゆえに僕が今焦げちゃいました。私たちが処理したいみたいな。はい、じゃあ2軍の最後、ありがとうございます。